ついにここまで来ましたな、タイニー殿。なんだ終わりか、このゲーム。よう元気か、タイニー。俺か、俺はいつも元気だ。どうしたて、ニーダさん、お弟子に笑われちまうぜ。あとはテイブ、グレッグ、ミスターとそれを守るシャサラザードとクワバの場外だけです。すごい終わりか、タイニー殿。現在我々は帝国領のほとんどを解放し、帝国首都部を残すのみになりました。大王軍の兵力も帝都に残る帝国軍本体に匹敵するものになりつつあります。よし、これで準備は整った。次はどこを攻めるんだ。当然帝都に乗り込むんだろうがな。帝都へ入るにはアインジード殿の守りクワバの城外か水上からなら、ソニア修練殿が守る水上ガンシャサシャこれガンかシャサワザードを落とさなければなりません。ここはクワバの城外を攻めるべきだな。こちらはシャサワザードを攻めるだけの船を用意できない。もちろん、こうもそう考えるでしょう。船のことはお任せてください。明日までに500の船を用意してみせます。500の船。そんなのは無理だ。無理だ。このマッシュ約束は必ず果たしてみせます。無理だ。明日までに船を用意できなければ、私の首を切っても構いません。無理。おい、タイニー。軍師殿が俺だけ言うんだ。信じてみようぜ。分かった、準備に取り掛かるんだ。ありがとうございます。必ず約束は出してみせます。名長、名長、名長を足す。楽しみに。明日は大きな戦いになるな。今日は早めに休んだ方が良さそうだ。軍師殿、何用でしょうか、ハンフリー殿。軍師殿は以前帝国軍に行ったと聞いています。それがこの彼かの事件が元で帝国を離れたとも。その通りです。私はあの悲しい事件を止めることができなかった。戦争の中で自分の無力さを知り、私は帝国を離れてた。もう二度と争いには関わることなく静かに暮らしていくつもりでした。私は彼らを襲った帝国の部隊の一員でした。私はあの時のことを今でも忘れることはできません。私は怒りに任せて、死軍艦をいおりおり帝国に襲われる身になりました。憎しみだけで人を追った、切ったか。人を切ったのはあれが最初でした。そしてあれが最後であってほしい。ハンフリー今は悩んでいる時ではありません。私たちにはやるべきことがあります。争いが終わったら、おいこら、死に損ない。明日は決戦だってのに何してんだよ。お前こそ何しに来たんだ、青二歳。わしの部屋に勝手に入るなと言ってるだろう。じじいが
明日の戦で死ぬかもしれないから最後に顔を見に来てやったんだよ。まったくマッシュ様がとんでもないことを言うから、こっちは徹夜仕事だ。その合間を見て来てやったのに。ほうほうほう、では取っておきの酒を出してやるとするか。かーん、明日は大きな戦になる。私を守ってくれ。うん、これは終わりか。ゲームも終わった。ねえ、大砲、どうしたって言うんだい。全然酒が進んでないじゃない。なあ、明日のことを考えるとな。なんだよ、あんたらしくない。今夜は二人で飲み明かそうじゃない。二人、三人いるような気がするが。そうですよ、兄貴。三人で飲み明かしましょうや、三人で。気の気にかない男だね。兄貴は美人に弱いからな。足がついていてやらなきゃ。はあ、終わり。よし、終わった。終わらなかった。ねえ、ヒックス、今夜は月が綺麗ね。ええ、なんだい、天がある。何か言ったかい。それよりも、この魚、おいしいよ。食べてみなよ。もう、どうして君はそうなんだい。なんだよ、なんで怒っているんだよ。怒って何かないようだ。おや、フリックさん、こんなところで何をしているんですか。風邪をひきますよ。いや、何考え事さ。オデッサさんのことですか。明日は早いですよ。ベッドに戻られた方がいいですね。眠れなければ良いワインがありますが。すまんな、サンチェズ。みにゃむにゃ。へへへ。まいったね、お宝いっぱいだ。全部持ってれば大きい。終わったこれ。遅いね。どうですか、明日の戦い。わしらは勝てますかな。勝てますよ、勝てますか。勝てますか。多くの若い命が失われる。それがわしには心苦しい。そうですな。わしらのような老いぼれならば先は見えていますが、わしらより若い者たちが死んでいくのは辛いですな。まあいい、さっさと終わりしましょう。ああ、入るぞ、タイニー。寝てたのか、楽しい。頼もしいね。明日の決戦の前に悠々と眠れるとは。将たるものはそうでなくてはいかんな。タイにお前に渡しておきたいものがある。これを受け取ってくれ。銀の斧。こいつはグレミオの斧だ。あのソニエール監獄から俺が持ってきたものだが、今まで隠していたんだ。お前を悲しませるだけだと思ってな。だが明日の戦い、俺も命を落とすかもしれない。だから今夜のうちに渡しておこうと思ってな。単位明日は大きな戦いになる。多くの者の命が失われる。だけどな、お前は進まなきゃいかない。未来を信じて戦った者たちのためにも、
グレミオのためにもそうだろう。じゃあ俺は部屋に戻るぜ。第二、明日は勝とうぜ。終わった。くそ、花が勝った。いや、残りの釜、手に入れないか。タイニーだけか。マッシュ。そっちいるマッシュ。いや、どうしよう。どうしようかな。マーティンボーイか、え？どこ行く？あ、わからない、誰？夫婦。フリック、夫婦フリック。フリック。わからん。クレヨ。え？フリックないか。クレヨも。クリリン。エレン。ミス。あ、わからない。モーガン誰？モーガン。ウーロン。AK、わからん。コワンダ、それいいか。これはなんだ ?S。あ、わからない。S、どんなくらいいる ?S。S と M、はい。いらないだけどみんなないフリックとかない一回かいや近いこっちかあこれは親分見てくださいよこいつをさ、軍師様はとんでもねえことを考えるぜなんだ神全く私のスラッシュをこんなことに使うんって第二殿この氷の船を見てください何でも竜のブレスで湖面の水を凍らせて作ったらしいですよこいつはすげえや水にちゃんと浮いているし結構硬いぜ約束通り500の船用意いたしましたあとは隊員殿の命令を待つだけですちょっと待ってくれわかりましたただご用でしたら氷の溶ける前に済ませてくださいシャッサーワーザードの兵力はおよそ、1万7000勝ってますかな絶対勝つぞナーリダさんやぞ第二度のここがこの戦争の行方の分かれ目ですぞ第二さん私頑張りますだから見ててくださいシャサワダードを落としたら、あとは、テイトへ、まっしぐら。タイニー殿、お気をつけさせるよ。タイニー様、ここまで来たのですね。どうかな。本物のセーフ作るか。まだこのやつら持っている。多分、勝てる。勝ちましょうか。そして、そろそろこのゲーム終わりしましょうか。僕の仲間いらないかな。めんどくさい。セーブ。多分勝てる。まあこれは本物のセーブ。作るなら俺はセーブして。作る、使える。
多分買ってるかな。1万7000、私の1万4000でいけるだろう。行こう。全軍出陣です。水上岩車大公開。これは最後か。 よし、倒そう。ソニア・アレレンドの名前をかけて、この水に、ガンカン。ねえ、いい女じゃねえか。何を言う幽霊者が、貴様らか首をはねる。よし、多分、魔法。殺せ。ウーの立ち魔法みたいな。俺の魔法の方が強いか。 はい、勝った。もう一度魔法。ルック。いけ、ルック。まあ、ルックか。はい、楽勝。ちょっと失敗しちゃったね。はい。魔法。 突撃か。ああ、この竜のやつ。いける。殺せ。殺せ。それだけ。弱い。じゃあ、力。じゃあ、殺せ。魔法。 なんだ、熱くなりすぎるようですね。ご報告します、クレーン。誰？殺せ。もう勝っただろ。よし、勝った。じゃあ、残りのやつ殺せ。殺せ。 2匹殺せ。よし、死んだ。簡単だったね。おめでとうございます。我が軍の勝利です。やったー。申し訳ありません、太陽様。よし、首か。首を取る。よし、勝った。船使える。 船に乗る。はい。うん。ねえ、許せ。やつらと話せるかな。いや。よし。持ってきた油だる。だるを下ろせ。第二度のこの岩かな。 油で焼き払います。そのために、岩、一個の奥にある水門を閉めて聞いてください。水門が閉じたら油を流し、ガンかな、岩に火をかけます。水門はトリコの奥だな。 すでに霞に調べさせてあげます。第二度の連れて行くメンバーをお選びください。第二度と言って来よせ。来よぜ。第二折りとハンフリーは残った敵の水撃に行ってくるぜ。わしは勝負者の手当てで手いっぱい。で いや、なんだ。クレオ。クロイツ。誰だ、どこ。クロイツ。夫婦。
そして影かな。お気をつけてください、タイニー殿。お気をつけなされよ。この竜が勘といえども、天に召された命を戻す方法は知らぬ。タイニー殿、誰を連れて行きますか？タイニー様、これで帝国の最後の守りは、最後これ。道具と、まあ、特化を たくさん特化を持ってる。これは最後か。最後。多分最後じゃない。嘘つき。なんだ、猫。ケルベロス。これはケルベロスじゃない。ケルベロスの頭、三体だろ。弱い。みんな弱い。弱すぎる。弱すぎる。ポチーだね。コントン。コントン盾かな。もうケロベルス。邪魔者。なんでピクル？休まなかったピクル。このゲーム。セイレイン。弱いか弱いか。小耳に挟む。彼女がこの夏結婚することを小耳に挟みました。コンがスキル。娘の風書。ガーディンか。ああ、すごいやつら。逃げられるかな。ピクルス、もう我慢する。我慢しろ。コンがスキル。娘の無性な生活にはコンがすきました。無性。コンを進める。来週の試験のためにコンを進めて勉強しています。コン比べ。彼らは妥協を拒否してコン比べをしています。どこをまっすぐか。よし、邪魔者。多分強いこのやつら。めんどくさい。なんだボス戦。ピクル回復しようか。これボス出やがったな。クラム、シェルビーナス。なんというクラム。マニラ。マニラか。忘れた。まあいいダメージを与えた。
り頑丈なやつ。殺せ。壊せ。潰せ。なんだそれ、パールか。パールあげてやる。この。ただの体力高いやつ。死んだ。もう騙しちゃった。お前そんな技持っていたは知らなかった。ピクル攻撃。一番弱いやつやろ。影かな。夫婦。なんで夫婦。夫婦我慢できなかった。じゃあクレオ弱い。自分で回復。攻撃。影弱い、あの黒いつうか。いいな攻撃。クレオのクリティカル強いね。影死んだ。クレオ攻撃。一番弱いはクロイツか。じゃあピクリ回復。もう強いすぎるこれ。倒せるかな。倒せ。もう少しで倒せる。多分。何の体力持っているかわからん。よし、勝った。ギリギリ勝った。もうバカやろ。じゃあ俺が吸い物を閉めてくるから、タイニーはちょっと待ってくれ。もうセーフしたかった。よし、セーフしたい。よし、これで OK だな。あとは俺たちが脱出すればこのガンか岩を焼き洗っておしまいだ。終わったか。よしかった。それだけ。帰る。抜け穴使える。まあ役に立たないアイテム。一発。もう死んだやつ復活かな。そのままでいいだろう。ベッドまで我慢しろ。この楽器を並べる。政府はしっきりに
セーフ策じゃない。 逃げた方がいいかな。いや、弱いな。弱いだと思った。あまり弱くない。この攻撃強いね。タイに死んだか。 Silent. このやつは復活か。特攻安いかな。まあいい。そのままでいい。 それ出たね、この城から。一匹のケルベロス殺せるね。攻撃早い。なんだよ、ゼウスだから。役に立たない人たち。 待ちなさい、タイに。あなたに聞きたいことがあるわ。お前は先の帝国軍の大将。ええ、帝国軍の将軍を私一人になってしまった。タイにあなたに聞きたい。なぜあなたは帝国を裏切ったの？なぜ父を、帝王様を裏切ったの？乱の起こし、戦いを行い。 人々の命を、それがあなたの正義なの？あなたは言っていることは間尽きだ。それは何？何でも火が早すぎるぞ。すべての焼き尽くす、それがあなたの答えなの？ それこそが望みなの？帝王様をその手にかけたこと、今この場であなたにすぐなってもらう覚悟。ああ、めんどくさい、セーブしちゃった。みんな死んだ。間違いだ。くそ。<笑>まあ大丈夫。 ただの一匹の野郎殺す。まずみんな回復しよう。復活できない。復活ダメだろ。この三人、まあ、ただの一人の野郎殺せるだろ。 まずみんな回復しよう。 ああ、これは困った。ああ、済んだか。夜復活してよかった。ピコロ遅い。ピコロ。なんて強いやつか。ドラキュラみたい。ああ。 ちょっとひどいね。これを繰り返すか。お金。<笑><笑>
まずはあのピクルを添え、最初にピクル回復しよう。ああ、金じゃない。できるじゃあこれですか。紋章、紋章しろ。なんだろう紋章。ゴミだろこの紋章。なんでか。まあタイに一発いけるね。そうか。これどう？え、ゴミだ。ゴミ。これ。ゴミか。もう意味わからん。紋章ゴミだな。さばき、すべて、すべてゴミ。あ、さばき今。さばき。さばきで、さばきどこ行った。さばきで勝てるかな。さばきで勝てるかな。まあしょうがないこの3人で勝てるかな。まずタイに一発耐える。これを耐えない。じゃあ自分で、いや自分じゃない。まずピクル、そしてピクル、ピクル攻撃かな。ピクル攻撃、いやピクル、はい、ピクル攻撃、そしてタイニーピクル、タイニークレオ。クレオ何も、なんだ、なんで何もできなかった。あ、クレオ自分だったか。じゃあまずクレオ自分、ピクル、ピクルタイニー、そしてタイニービッグ。それでみんないける。じゃあ戦おうか。回復か。じゃあとこをもう一度ピックル、ピクル攻撃か。タイニーさばき。さばきで勝てるかな。弱い。じゃあクレオル、タイニー回復、ピクルタイニー攻撃。タイニー弱い。
てるかな。じゃあクレヨン自分。さばきない。なんでパチ。ひどいね。なんで死んだこの野郎。役に立たない野郎。ああ、やり直すか。やり直すかな。てるかな。じゃあ自分かな。自分体に攻撃。死んでいるじゃん。これを攻撃。タイに自分で回復。これを攻撃。タイに回復かな、クレヨンに。勝てるかな。クリティカルなら勝てる。クレオ攻撃。これクレオに使おうか。嬉しい。やり直したくなかった。3匹で倒した。やはり勝てぬか。帝王様が敗れた相手なのだからな。そうだな、お前弱いね。ただの3匹倒せなかった。しかしこの身をお前たちに怪我させはしないぞ。この私は帝国の皇帝陛下の、そして帝王様の。よせ、何をする気？あんた死なすには惜しい美人だからな。それに訳ありのようだし。タイにこの上将軍を連れていくぞ。なんだ。取った。今回みんな復活しようか。フーフーピクル。特攻少ない。影も死んだか。特攻少ない。まあ、よかった。いいぞ。やり直す必要はない。シャッサーワザード、マッシュ死んだか。マッシュ殿、しっかりなされ、マッシュ殿。マッシュ殿。どうしたんだ、一体全体。ご無事でしたか。サンチェス、貴様、なぜマッシュ殿を刺した。なぜ油に勝手に火を放った。答えろ、サンチェス。申し訳ありません、フリックさん。私はあなたたちを今日まで騙し続けてきました。
なんだと私は7年前の小聖書聖書戦争の時水晶戦水時から皇帝下に仕えてきたのです。ではでは貴様がスパイだったのというのか。そうです。芸匠戦争の頃の皇帝陛下は素晴らしい方だった。そして私も皆と同じように皇帝陛下への忠義を誓った。ではアジトが襲われ、オデッサが死んだのも貴様のせいなのか。結果的にはそうなりました。否定はしません。しかし私は悩み続けていたあなたたちと一緒にいるうちに何が正しいことなのか、自分はどうするべきなのか。でも私は皇帝陛下への忠義を守ることを選んだ。この、年で生き方を変えるのは難しいようです。オデッサさんのことはすまなく、オデッサの名を呼ぶな。貴様にその資格はない。そうですね。俺はお前を許しはしない。我が剣オデッサにかけてお前の首をもらおう。はい、私には思い残すことはありません。ただ覚えておいてください。私は皆さんがたが好きでした。フリックさん、あなたは未熟です。でもその未熟さゆえの素直さが私は羨ましかったですよ。そして多分オデッサさんもあなたのそんなところが。サンチェス、覚悟しろ。待ってください。軍師殿、マッシュ殿、大丈夫ですか？今、サンチェスを切り、彼がスパイであったことが分かれば、カオ軍全軍の動機に関わります。彼の性分は後にして、今は軍を整え、すぐにモグレグミンスターを目指すべきです。バカなことを、マッシュ殿。あなたは重体なのですよ。今動けば命に。この世には流れというものがあり、戦いには時期というものがあります。今この木を逃がせば帝国を倒すことはできません。第二度のご決断の50年しても一度城に戻らなければならないようですね。よし、特攻か。特攻。あ、無駄な特攻。最後に無駄な特攻だな。はい。これ捨てられるかな。特攻。捨てられるね。ここ1いらない。2もいらない。3欲しい。じゃあ、特攻2ダメ。エンブレムいらない。混沌の盾いらないだろ。ガーディン誰だろう。あー、ゴミ。あの最後のやつ倒してよかったね。やり直したくなかった。
のクソ見ろ。たくさん金手に入れた。なんだ。じゃあ特攻。黒いなんだかリング装備しなかった。あたいにもあの女の本なんだ。古い本なのかにらない。捨てるか捨てるかな。別にない。捨てる。このゴミこれもわからん。捨てる。すべてじゃない。捨てる。ガーデンかな。エンブレム捨てる。そろそろこのゲーム終わりだな。このゴミやらない。いやいや、装備こいつも装備。なんで装備しなかった。そしてヘルも。お前のクルートどこ。どこ行った。クルート。クルートやろ。何のヘルム。フルヘルムか。そうだ、すべてのいらないゴミ捨てる。忍び服いらないか。何を使っている。マスターローブ。マスターローブ。マスターローブの方がいいか。忍び服いらない。オットセットいらない。ハリーわからん。ハリーなんだ。風船を回復。何の風船。風船なんだ。フルアーマーいらない。いや、ハーファー。なんでハーファー。マスターガー。なんでこのやつ何も装備していない。いや、マスターガーの方がいい。鉄の、コンテ、なんでコンダテ持って、このやつ何もな、コンダテ捨てた。まあ、多分この野郎使えないだろう。そうだな、多分捨てる、この人。いらない。とりあえず特攻。これはいいか。はあ、これ54分かかった。ああ、そろそろこのゲーム終わりだろう。